プロイセン王子、アウグストビルヘルムアウグストビルヘルム本プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。フリードリヒ・ビルヘルム一世のいつで、フリードリヒ二世の弟、またフリードリヒ・ビルヘルム二世の父。フリードリヒ・ビルヘルム一世とその日であったイギリス王、ジョージ一世の王女ゾフィード・ロテアの間に、第十一子として、1722年8月9日に、ベルリンで生まれた。 1744年には、息子がいなかった、フリードリヒ二世の王府と指定として、プリンツ・ホン・プロイシンに譲された。第2次、シュレージエン戦争に参戦し、1745年6月の、ホーエン・フリートベルクの戦いで戦功を挙げたが、7年戦争では、ツッターから撤退したことで、フリードリヒ二世の不況を買い、軍務から引退することとなった。 兄よりも早く1758年6月12日に皇居したため自身が大いにつくことはなかった。坊土はオランニェンブルク宮殿で、墓所はベルリン大聖堂にある。皇居後の1769年、フリードリヒ2世との文通が出版された。1742年1月6日に、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・フェルディナント・アルブレヒト2世の娘で、 フリードリヒ2世の王妃エリーザベト・クリスティーネの妹でもあるルイーゼ・アマーリエと結婚し、以下の三男一女を設けた。ありがとうございます。